て、その方の状態だとか体質、これを細かくこう診察してですね、その一人一人の体の個性に合わせたその治療を行うわけなんですね。でそういったこの、東洋医学に、使われる、お薬、これは生薬という、自然天然のものをですね、使うわけですよね、はい。西洋学でしたらその合成のものになりますけども、この自然のものを体内にこう取り入れて低下しているこの自然治癒力、病気を治す力、あと免疫力、これをですね高めていくことで、病気に打ち勝つ本来 その健康体に戻すということを、基本とする医学なんですよね、はい。では西洋医学と東洋医学というのはどのように違うんですか？はい、まず西洋医学のこの優れている点からちょっとお話しさせていただきますと、はい、やはり急に要するその怪我だとか外科的な手術、臓器移植、またはこの細菌によるその伝染病治療、こういうふうなものにはやはり西洋学の、優れている点だと思うんですね、まず、はい。でやはりその東洋医学がですね、その優れている点と言いますと、やはりその、検査を受けても異常が認められないという、そういうふうな方って結構いらっしゃると思うんです。でそういうふうなその原因がはっきりしないなどですね、具体的なこの病名が決まらない、そういうふうな症状に非常に有効だというのがこの東洋医学が優れている点なんですね、はい。それぞれそういう住み分けがあるんですね。そうなんですね、はい。であとはその西洋薬に関しましては対症療法的な部分、はい。あとは東洋医学的な部分というのは、その根本療法、原因療法なんていうふうな形でですね、要は住み分けしているような部分もあるかと思いますね。体質から改善していこうという、そうです、ところですね、はい。では漢方薬、これはどのような病気や疾患に使われるんですか？はい、まず漢方薬はですね、全ての病気や疾患にこう対応できるんですね、はい、はい。例えば漢方というとなんかこう慢性病みたいなイメージありますけども、急性病の風邪であったり、ちょっとしたそういうふうなものに関してもやはり漢方を効くわけなんですよね。二日酔いもね、そうなんです、取り上げていただきましたもんね。そうです、年末じゃないです、はい、そうですね、二日酔いはね、はい、はい。じゃあちょっとそこら辺ちょっとお話しさせていただきますけども、まずその生活習慣病ですね、これはもうイメージされると思うんですね、はい。高血圧、糖尿、肝臓、心臓病、腎臓病、痛風、いろいろこう食生活の生活習慣の乱れによって起こってくる病気、これに関してもやはり漢方使いますし、はい。あと現代病、例えばアトピー性皮膚炎、あとアレルギー性鼻炎、あと喘息、あと自律神経失調症、はい、うつであるとかね、あとは肥満症であったり、であとその他の慢性病としましても、例えば今一番多いんですけども、耳鳴りであったりとかですね、はい。あとは膝腰の痛みですよね、あとリウマチ、あと女性疾患、最近女性疾患では不妊症であるとか、あと、子宮筋腫、はい、はい。あと男性特有の疾患であります、前立腺肥大症、あとお年寄りに見られるその白内障であったり、あとは痔であるとかですね、こういうふうなものにも漢方薬が使われるということなんですね、はい、はい。そう思うと、もうあらゆる病気や疾患に対応していますね。そうですね、もう本当に全てというふうに言ってもいいんじゃないでしょうか。そうですか、はい、はい。では今日は症例をお二人紹介していただきます。はい、はい、お願いします。はい、まずはですね、1年ぐらい前からのですね、更年期障害でお悩みの方の症例をまずお伝えさせていただきたいんですけども、はい。まず症状としましては、顔がのぼせて、顔だけこう汗をかく、で手足の先が冷える、あと急にですね体が熱くなって汗が出る、でストレスを感じやすくてですね、寝つきが悪いと、でイライラしたり、時々動悸もすると、で多少この方はですね、便秘がちだということもおっしゃられてました。はい、であと、子宮筋腫がですね、小さいものが2つあって経過観察でということも言われてましたね。でこちらの方にですね、服用していただいたお薬なんですが、神逍遥散合始末湯というお薬を、服用していただいたんですね。でこの方の経過状況をお話しますとですね、まず2ヶ月後のコメントからちょっとご紹介しますと、肩こり、頭痛、顔ののぼせも良くなってきたと、はい。で3ヶ月経過した時点でのコメントがですね、
イライラすることも少なくなってカーッとこう汗が出なくなってきた、はい、で8ヶ月経過した時点でのコメントがですね、まあ、最近では全体的に、まあ、体調が良くなって、まあ、眠り体のだるさもなくなったということで、はい、あの改善された方の症例なんですね。更年期障害っていうと長い方ですともう、はい、5年以上だったり、はいね、続く方もいらっしゃいますもんね。そうですね、いらっしゃいますね、はい、この方はおよそ8ヶ月後には体調も良くなったということなんですね。はい、そうなんです、はい、さあではお二人目の症例お願いします。はい、お二人目はですね、自律神経失調症でお悩みの方の症例を、ご紹介させていただきたいと思うんですが、はい、この方の症状としましてはですね、まず仕事の環境が変わってからですね、体がだるくやる気が出なくなっちゃったと、はい、でイライラして気分が落ち込む、で眠りが浅い、で肩が凝る、で頭がですね、重いようなこのぼーっとするような感じなんだと、はい、まあ、この方の言葉でですね、こういうふうな表現されてたんですね。であと体質的な部分としましては胃弱でコレステロール中性脂肪が少し高いんですと、で病院の方からは安定剤睡眠剤をいただいてますという方の症例なんですね。でこちらの方に、まあ、服用していただいたお薬がですね、経歯下隆骨ボレー糖というお薬なんですね、はい、でこの方の、まあ、経過状況をお話しますと、まず1ヶ月半経った時点でのコメントがですね、少しだけこう眠れるようになってきたと、うん、で3ヶ月経過した時点では最近イライラすることもなくなってですね、頭痛肩こりも楽ですと、うん、で5ヶ月経過した時点ではやる気も出てきたし、夜もですね自然に眠るようになったと、はい、で11ヶ月経った時点ではですね、まあ、精神的にも落ち着いて以前悩んでいた症状は全く問題なくなった、まあ、そういうふうなことを言われている方の症例なんですね、はい、はい、ありがとうございました。今日症例をお二人紹介していただきました、はい、先生初回なので、はい、もうすごくあの疑問あの初歩的な質問してもいいですか。あ、はいはい、あの、はい、この漢方の名前って、はい、あの難しいものが多いじゃないですか、はいはい、今日は神逍遥散合始末と、はいはい、経歯下隆骨ボレーと、はい、スムーズに言えないんですけれども、はい、先生はもうこういった名前を覚えていらっしゃるってことですよね、はい、あ、そうですね、やっぱり覚えないとあのまあ、仕事にならないという、ね、そうですよね、はいはいはい、すごく当たり前の質問してすみません。いえいえ、そうなんです。噛んだりしないんですか。はい、あ、まあ、そうですね、最初はね、噛まないですか。はい、まあ、やはりですね、最初はですね、うん、もう本当にこう漢方を勉強し始めた時っていうのはやっぱり、はい、あの噛んだりであのゆっくりこう読んでですね覚えてという、はい、ゆっくり読んで覚えて、はい、まあこれ覚えるの大変そうですよね。そうですね、毎日のことでしたらね。そうですね、毎日のことですから、うんうん、やっぱりそういうふうな形の中で自然とこう頭に入ってとか、はい、うん、まあ、ね、職業柄やっぱりそういうふうな形で、はい、ですから生薬の名前一つ一つもこう漢字でね、うんうん、なんかむず、まあ、あの素人の方から見たら本当にこう難しいような難しいんですよ、あの感じあるかもしれませんけども、はいはい、もう私もあの、ね、何年か先生とご一緒させていただいているんですけれども、はい、なかなか覚えられません。そうですね、でね、やっぱりねそれっていうのはね、うん、東洋漢字以外の漢字があるからな、うん、だと思うんですね。あ、うん、まあ、これは通りでこう見慣れない、そうなんですね、漢字が並んだりしますもんね、うん、そうなんです。うん、じゃあ覚えられないはずですね。あ、ですから本当にね、もう本当にこう毎日やってないとっていう部分はやっぱりあると思いますよね。はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。くだらない質問で申し訳ありません。いえいえ、はい、では先生、新年度も引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ここまで荻秀行の漢方で健康に、今週も一心堂薬局の荻秀行先生とお送りしました。荻先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。バカな質問してすみません。いえいえ、そうなんです。今日ちょうど今日難しい名前が2つ並んでたから、長いなんか本当に、ね、うん、なんか呪文のようだという、ね、うん、そういうような、うん、ことを言われたことはありますね。